自画像、石井白帝は、日本の版画家、洋画家、美術評論家。1935年沖水災画用紙製造所が、開発した、水災画及び版画用紙の MOC の命名者である。1882年東京府下役下谷中、岡地町に生まれる。本名は、石井万吉。祖父は、画家の鈴木画子。父は、日本画家の石井かなえ子で。 弟は彫刻家の石井鶴蔵である。母は富士。女性は画家の田坂井縫い。1892年、11歳の時から白帝と合して日本美術協会や青年絵画協進会に作品を出品。これ以降、毎年作品を出品しながら、印刷局構成として掘り番の見習い生となっている。1897年、浅井正に入門し、 油絵を学び、1900年に勇ソメイらが自然主義を標榜して結成した武政会に参加、新日本画運動を推進した。また、中村不施にも支持しており、1902年に結成された太平洋画界に参加。1904年東京美術学校洋画家に入学するが、眼病のため中退。雑誌、病状に挿絵を描いたり、また試作を発表した。 1907年、山本家内井と共に美術雑誌、放寸を創刊。近代創作版画運動の先駆を成した。1908年、木下木太郎、北原白州ら文学者とパンの会を結成した。墨田川沿いの料理屋において結成された、このパンの会では、江戸情緒が随母され、堀市伊丹盆骨との規範画制作につながっていった。 この頃の版画に1910年半後の東京十二系、木場風景などがある。東京十二系は外遊前後の作品であり、いがみぼん骨が死体を彫っている。この二つのシリーズは浮世絵木版画の形をとっており、新版画に分類されるものである。特に東京十二系シリーズでは、女性が数といて上部の狛前には東京の風景が描かれていた。 また、三代、歌川報告による西木へ、江戸名所百人美女という作品を模して制作された作品であり、老館堂という画廊から一枚十五千円で販売された。なお、東京中に京吉町に描かれたモデルは、芸者の五郎丸であった。技法的には、山本かなえほど多角的ではなかったが、水彩スケッチの感触を生かした木版風景が多く残している。 1910年12月、渡辺銀行の専務、渡辺六郎の支援で、ヨーロッパに、外遊、1912年に帰国。1913年、日本水彩画会を、創立、1914年には、有島イクらと共にに画会を結成した。1922年、東京帝国大学工学部講師、西村伊作が創立した。 文化学院に招かれて教壇に立った。1928年フランス政府より、レジオンドヌール勲章受章。翌1929年、中央美術を、創刊。1935年、帝国美術員会員となりに抱えを実。1936年一酢一回を、結成。1937年帝国芸術員会員。 1949年日点運営会理事、没後生4位、君に当局日、茂光明受賞。去年76。墓所は、文京区の五国寺共同墓地球通。法名は、彩り公院、尺白帝古寺。作品数は5000点とも6000点とも言われる。東京12系新橋。ありがとうございます。